あんなやつほっとけばいいんだよ。弟の次郎さん家を出て行っちゃったって大丈夫なのあんなやつほっとけばいいんだよ。なんでそんなことになったのよ。スマホゲームで月に5万円も使ったのがばれて親父に怒られたんだよ。